オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフのミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は5月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは5月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。フランスのロゼッタストーン、謎の文字解読に賞金。5月8日水曜日以降、フランス北西部のブルターニュ地方のさらにその先端、ベニステール県のブルガステル・ダウラ村では、数年前に海岸で見つかった数世紀前のものとみられる文字が刻まれた石が注目を集めています。村はこの文字を解読できた人に対し2000ユーロの賞金を払うとしています。ノートルダム再建案コンテスト、多数の奇抜なアイデアが寄せられる。4月15日月曜日の大規模な火災で屋根と先頭が崩落したノートルダム大聖堂ですが、その2日後の4月17日水曜日にエドゥアール・フィリップ内相が再建に向け再建案国際コンペティションを行うと発表したことで、世界中から斬新で奇抜なアイデアが集まっています。フランス失業率10年ぶり低水準、1月から3月で 8.7% に低下。5月16日木曜日、 INSEE フランス国立統計経済研究所によると、2019年第一四半期1月から3月の失業率は 8.7% と10年ぶりの低水準となりました。5月18日はナイトミュージアムの日、オランジェリーなど午前0時まで開館。5月18日土曜日は今年で15回目を迎えるヨーロッパナイトミュージアムの日です。欧州各地で3000の美術館、博物館が翌日午前1時まで開館します。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はフランス失業率10年ぶり低水準、1月から3月で8.7% に低下です。5月16日木曜日、 INSEE フランス国立統計経済研究所によると、2019年第一四半期1月から3月の失業率は 8.7% と10年ぶりの低水準となりました。 INSEE が発表した概算によると、フランス全土マイオット県以外の海外県を含むの2019年第一四半期の失業率は前期比 0.1% 減の 8.7% で、2009年以来10年ぶりの最低水準に達しました。フランス本土のみでは 0.1 ポイント減の 8.4% となり、同じく10年ぶりの低水準となります。よって第一四半期での失業者数は1万9000人減少し240万人となりました。しかしながら、
失業者が 0.3 ポイント、つまり失業者が9万人減った前期、2018年10月から12月および過去1年間の失業率 0.5 ポイント減と比べ、減少のペースが鈍化しています。年齢層別で見ると、15歳から24歳の若者の失業率は過去1年間で 1.7 ポイント減と大きく改善したものの、今回の発表では 0.4% の増加に転じ、 19.5% の高い水準にとどまっています。また、50歳以上の失業率も 0.3 ポイント増加しています。失業率が改善したのは25歳から49歳という働き盛りの層で、 0.2 ポイント減の 7.7% となりました。フランス全土における1年以上の長期失業者は、2019年の第1四半期で 0.1 ポイント減の96万3000人で、これはフランス労働人口の 3.3% にあたります。なお、フランスの就業率、15歳から64歳までの人口における就業者の割合は 66.1% と安定しています。また、フルタイム労働の割合は 54.3% で、これは2003年以来の高水準であると INSEE は発表しています。なお、フランス本土はフランスのヨーロッパにおける領土を示し、フランス本国及びドーバー海峡の島、コルシカ島などの地中海の島を含みます。今回はマダム加藤にご執筆いただきました。マダム加藤、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Le taux de chômage atteint son niveau le plus bas de ces 10 dernières années à 8,7% au premier trimestre 2019. Jeudi 16 mai, selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le taux de chômage pour le premier trimestre de 2019, de janvier à mars, était de 8,7% de la population active, soit le niveau le plus bas en 10 ans. Ces chiffres provisoires de l'INSEE concerne la France entière, y compris les préfectures d'outre-mer autres que Mayotte, et montre un recul de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. En France métropolitaine, ce taux baisse également de 0,1 point et s'établit à 8,4%, représentant 2,4 millions de chômeurs, soit 19 000 de moins. Cependant, le rythme de la baisse ralentit par rapport au trimestre précédent qui avait enregistré un recul de 0,3 points, soit 90 000 chômeurs.
En outre, sur un an, le taux baisse de 0,5%. Par tranche d'âge, le taux de chômage des 15-24 ans est en baisse de 1,7 points sur un an, mais repart en hausse ce trimestre de 0,4 points à 19,2%. Celui des plus de 50 ans est également en hausse de 0,3 points. Le taux de chômage baisse surtout pour les 25-49 ans de 0,2 points à 7,7%. Aussi, 3,3% de la population active est au chômage depuis plus d'un an, chiffre en recul de 0,1 point sur le trimestre. 963 000 personnes déclarent chercher un emploi depuis plus d'un an. Le taux des Français âgés de 15 à 64 ans qui ont un emploi est stable à 66,1%. De plus, le taux d'emploi à temps complet était de 54,5% au premier trimestre, soit son niveau le plus élevé depuis que l'INSEE publie des données trimestrielles sur l'emploi, soit 2003. Note: la France métropolitaine désigne le territoire de la France en Europe, y compris la France et les îles de la Manche, les îles de la Méditerranée, telles que la Corse. セバスチャン先生、ありがとうございました。長期失業者、労働人口の 3.3% の96万人ということで、まだまだ課題が山積みの失業者問題ですが、失業率が一刻も早く下がり、フランスに住むすべての人に明るい未来が訪れることを心より願います。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいています。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスンの内容はディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひ
アンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てにお名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。